おはようございます。速稼塾の久保でございます。今月から始まった FX オリガルヒなんですけども、まあ運行の仕方をねちょっとご案内しようかと思います。かといってこれによってですね新規さんを募集しようという試みではありませんので、まあその辺はご安心ください。セールスは含まれておりません。もうすでにね FX オリガルヒで学ばれている方、まあ成果を出された方、今しっかりとねトレーニングされている方、あと一から始められている方もいるかもしれません。まあ一度 FX に挫折した方もいらっしゃったんですけども、いや今回ね本当に分かりやすくって取り組みやすいというお声をいただいてね、私もますます励みになっております。まあその中で今回の FX オリガルヒっていうのは使用するポータルサイトとそれから YouTube チャンネルを用意しております。でそれぞれ、あるわけですけども、まあ YouTube チャンネルにはねもう随時新しい動画どんどんアップされているんですけども、まあアットランダムになってきますので、それをすぐに整理してポータルサイトにまとめています。ですのでオリガルヒのメンバーの方はポータルサイトをご覧いただければ一番いいのかなと思います。まあ一応ですね動画が更新されたという通知が来ますので、 YouTube チャンネルもチャンネルオンにしておいていただくってことが必要かと思いますけどもね。はい、ということでこの後YouTube チャンネルとそれから FX オリガルヒのポータルサイトをどのように使っていくのかご案内しておこうかと思いますので、そちらの方をご覧ください。どうぞ。こちらがね FX オリガルヒの YouTube 専門チャンネルですけども、全体がちょっとお見せできないんですが、オリガルヒの中でもね一般公開してる動画ってあるんですよ。それがこの3本です。以降ちょろちょろっとね一般公開してもいいかなっていう動画は出ると思いますけど、まあほとんど出ないですね。 99% はオリガルヒ限定の動画になってます。まあというのがね、いきなりオリガルヒの動画見てもよくわかんないんですよ。やっぱり少しずつ積み上げていくことによって A の講義があるから B の講義がわかり、 A と B がわかるから C の現象が見えてくる、そして A、B、C と理解できるから D という未来が見えてくるっていう風な構成になってますので、断片的に見てもねよくわからないようにはなっているんですよ。でその分 FX オリガルヒのメンバーの方にはみっちりじっくりとさせていただいております。例えばね中を見てみましょうか。これ YouTube スタジオで見てみますと、コンテンツの量ってのが相当あるわけですよ。ね、6月20日だけでも 1,2,4 本出てますね。で、19日があって14,13とまとめがあったりとかね、まあ日ごとにこういうふうに出てるわけなんですけども、まあはっきり言ってねコンテンツの量は多いです。で、その全てを見てくれっていうわけではなくて、必要なところをチョイスして見ればできるようになってますので、例えば、ね、講義とかありますけどね、講義を見てくださる方とか、それから Q&A を中心に見てくださる方、毎日の配信を見てくださる方、エントリーポイントを合わせてくださる方、様々でございます。でざーっと見てますけども、もうすでにですねかなりの数の動画がアップロードされております。多分どれを撮ってもねなかなか参考になるものばかりじゃないかなと思うんですけどね。まあこういうふうに動画をYouTube チャンネル、専門の YouTube チャンネルにアップロードしますので、こちらをベンチマークしておけば見逃すことがないということになります。はい、でこちらがですね FX オリガルヒのポータルサイトになります。通常はこちらのポータルサイトでそれぞれの、セクションを見ることになります。例えばね講義ってのがありますけども、まあ、その前にトップページ行きましょうか。トップページはね FX オリガルヒの中でも、まあ、一般公開している動画を2つ上げてますね。こういうふうにやっていきますよってことです。で両方ともこれ再生できるようになってますからね、これも再生できるということでございます。で講義のタグ行ってみますと、どんな講義があるかなと、今のところね10個の講義が入ってますね。この講義は時間があるなと思った時に1本あたり5分か10分で見れる講義になってますので、まあ予習をする形になります。ここの講義で出たことってのは将来的に必ず使う材料になってきますので、この講義なくして、まあ、実践はちょっとないかなっていうところですね。私の相場解説も講義が分かるから見えるところがありますんでね、あくまでもテクニカル理論のことを話してますので、まあ、私の思想心情の自由とかを、まあ、たけてるわけではありません。次 Q&A 見てみましょう。これは受講生さんからの質問に答えてるとこです。中にはねちょっと個人的に答えてることもありますけども、基本的にはこういうふうに FX オリガルヒの中で公開で答えてます。お送りいただいたチャートに添削しているものも多いですね。はい、でこちらもねなるべくリアルタイム、その日のうちとかね数時間後に答えるようにしております。次日々です。これは私の方から更新して自動的にこのポータルサイトに貼り付けております。6月20日だけでも4つの動画がありますよね。で1週間の、まあ、振り返りとかがあったりとかね、
はい、じゃあこちら16日の動画、16日は結構多かったと思います。 1,2,3,4,5,6 本の動画と2つの画像ですね。こういった材料に対しても語っています。その他15日はちょっと動きが少なかったんで2本だけですね。で14日も同じです。13日月曜日はちょっとドラマがありましたんで6本という動画になってます。6本で1時間足を語ってますので、はっきり言ってね、1時間とかね、2時間以内に1本更新してるような感じなんですよ。そうなると、まあ見るのが追っつかないと思いますんで、まとめを見た後に必要なところを細かく見るためにこれを使っていただければなと思ってますね。という感じでね、日々という動画には、まあメインのリアルタイムの相場解説が搭載されています。そして、週間まとめは時間のない方用です。時間のない方、毎日なかなかね、勉強できないなとかね、FX を追えないなって方は、この FX オリガルヒは、目先の何万勝つ、何十万勝つって話、これはね、させていただくんですけども、主には、どうやったら FX を攻略できるのか、テクニカルを身につけられるのかってことですから、例えば週間まとめを見ていただいて、1週間にね、1時間から2時間は、ちょっとこれをね、しっかりと勉強していただきたいかなと。1週間に1時間、2時間、確保できない方は、はっきり言って FX 攻略は無理ですね。どんなこともできないと思いますよ。かなり譲って1週間に1時間、2時間ですからね。で、1週間に、よし、FX の勉強、絶対するぞって確保した1時間とか、まあ2時間ですね。こちらの方を使っていただいて、まずは1週間のまとめを見ていただいて、その中で自分が攻略したいものを、日々っていうところとかね、Q&A っていうところとか、講義っていうところで深く掘り下げるという自習をする期間になります。そして週間まとめを見れば、次の週、1週間の展望もわかりますので、まだ形成されてないチャートをどのように予測していくのかってこともわかるようになります。はい、最後は精神力の部屋です。やっぱ FX ってね、精神力かなりいるんですよ。エントリーする勇気がなかなか出ないとかね。それから、稼げるようになったらね、自分の心理がどう変わるのかってことも、私の目線からお届けします。まあ、なんせね、全然稼げない30代を過ごしてきた私が40代ではまるで全然違うね、3年で1億とかね、FX でも年間で1000万超えるような、利益を出せるようになりましたんで、そこそこちょっとね、稼げてない時と稼げてる時の心理的な変化がわかるかな。特に周りの人に対して自分の目がね、ものすごくね、歪んでいくっていうところですね。稼げない人がまるで本当足手まといみたいに感じちゃうんですよ。だからそうならないために精神力を鍛えて、そういう人のためにも頑張っていこうよとかね、周りの人を助けてあげようっていうふうに精神を鍛えるための部屋でございます。それから FX を継続するためにはコツがあるんですよ。このコツが全てではありませんけども、やっぱり時々思い出していただきたいかなっていうので、こちらの方を用意しています。というところでね、 FX オリガルヒのポータルサイトの紹介をさせていただきました。 YouTube チャンネルと合わせてご利用いただきたいんですが、まあこちらのポータルサイトだけで FX オリガルヒはきっちりと学習できるというふうに思います。テクニカル身につけて金持ちになっていきましょう。まさにそれが FX オリガルヒの目的でございます。はい、いかがだったでしょうか。まあ基本的にはね、講義で学んで、日々というカテゴリーで、追いかけていっていただいて、そして復習は Q&A でするみたいな形が主だと思います。で、時間のない方のために1週間に1回、ここはせめてやってくださいよっていうところもポイントを押さえてますので、皆さんの事情を組んでですね、毎日サラリーマン暮らし、半日10時間から12時間、なかなか時間が取れないって方でも学べるようになってます。で、最初はね、FX に取る時間っていうのは少ないかもしれませんけども、力がついていくと、どんどん FX に取る時間を増やしていくこともできますし、それから徐々にですね、まあ収入が上がっていったら、最初は月収3万とか5万を狙えばいいと思うんですよ。そのうちに資金量と、あとは技術が身についてくると、まあ5万とか10万っていうね、毎月の収入が安定してくるようになって、そして20万、30万とかになってくると、もうそろそろ FX 専業を考えてもいいかなっていう、そんなフェーズになると思います。無理をせずにね、少しずつその FX のフェーズと、それから今のお仕事、ライフスタイルのフェーズを徐々に徐々に入れ替えていく形が望ましいと思います。いや、本当にこれね、FX はね、1年かけても3年かけても、その FX の力が手に入るんだったら、十分残りの人生のお釣りが来ますので、50代をお迎えになった皆様、そして50代以上、60代とか、最大で、ね、71歳の方が今学んでくださってますんで、きっとついていけると思います。それではね、Q&A もしっかりお待ちしてますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。